はい、皆さんこんにちは、ワネルのりふしです。信長の野望創造戦国理事伝信忠でのプレイ続きをやっていきましょう。前回までにですね、畿内をほぼ手中に収めた、大名家をね、独立していった大名家を侵入させるっていう手を使ってというところではありますが、畿内をほぼ平定しました。で、今回はですね、いよいよ明智討ちを行っていきたいと思ってます。で、明智討ちするにあたっては周辺の従属大名家からも兵をできれば出させたいなと思ってますんで、まずはしっかりね、やっていきましょう。では早速兵を出兵していきます。まずはこの秀光を撃てば、おそらくですが光秀自身も出兵してくるんじゃないかという予想をして、まずはこの秀光のこもる八神城に兵を出していきましょう。結構な軍勢を整えて、出陣はしていこうかなと思ってます。一気に光秀も撃ってしまいたいという思いもあるので、それなりの兵をね、この時点で出していこうかなと思ってます。でもちろん兵が足りなくなった時には周辺の従属大名家からも兵を出させるという算段ですね。では早速光秀討ちを始めていきましょう。で、同時にこの辺りは長宗我部で攻められてるのか、ちょっと援軍を出してあげた方がいいかな。そうするとで、秀長の方にも兵を出していきましょう。出陣します。参るぞ。で、鈴木に今攻められてるのか、三好が今機内から兵が出せないんで、伊賀上野城か、伊賀上野城からだったら2000出せるので、この2000で救援に向かいましょう。衣笠か、お見せしましょう。表情を始めます。落とされるとちょっと面倒くさくはなるな。この大御城は何としても守りたいですね。長尾が間に合うかどうかだな。ただ江村5200か。ちょっとここは要請をしますか、援軍要請。兵を引かせるためにはどこを攻めればいいんだ。ダメだな。そうなると八神城あたりを攻めさせるっていうのがいいのかな。常ちゃんに援軍を出させましょう。で、衣笠が間に合うかどうかですね。するぞ。下妻来連と本願寺が攻めてきてますね。これをなんとか食い止めたいので、どうしようかな。せっかく機内を抑えたんで、この状態は維持したいですよね。信忠をちょっと自ら三好のところに派遣して、なんとか追っ払いましょう。まずは出陣するぞ。これが我が魂、我が覚悟、かかれ。で官兵衛もちょっと衣笠隊の衣笠家の援軍に向かいましょう。三好が持ちこたえられないかもしれないな。これはもうちょっと兵が欲しいですね。間に合うかな。ちょっと遠いですね。堀秀政を今派遣しましたけど、続け。ご命令ください。そしたら配属でこの辺りに武将が足りてないところがないか確認していきましょう。一通り武将は入ってはいそうかな。入ってはいそうなので大丈夫かな。大丈夫そうですね。建部山城とか30何人も入ってんの。ちょっと人多いな。移動させましょう。大谷義次とか小六とか結構優秀な武将がこんなところに余ってるね。加藤義明、福島正則、ちょっともったいないですからね。移動させましょう。逃げたければ逃げなさい。取り囲め。で今ここは誰と戦ってるかというと、毛利が援軍できてんだね。だったら一旦ここは引きましょう。当初の目的はこの秀長を山名家から退けることだったので、その目的は達したと言っていいですよね。承知いたしました。明智を打ち滅ぼすのが今回の目的ですからね。衣笠にちょっともう一体ぐらい援軍を出さないと、鳥秀政を衣笠隊の方に出しましょう。は上から回らせますと。こんなところでどうだ。表情を始めます。報告いたしますぞ。あとは優秀な武将たちを最前線にやっぱり派遣していくところはしっかりやっていきたいので、今誰もやってなかったが、ここは天海にやらせましょう。8ヶ月かかるか。利家も取り込みたいね。でも今はやっぱり明智を先に滅ぼすこと、明智、鈴木もちょっとやっぱり追い払いたいですよね。いつまた北条が攻めてくるかもわからないしな。木曽福島は兵数が700しかいない状態が続いてますね。まずは明智に集中しましょう。あとは、回収ですね。いつもやってますが。やっぱり前線に当たるところに関しては、やっていかなきゃいけないけど、お金がなくてできないね。ちょっと一旦送りましょう。間に合うかどうかだな、衣笠の救援が。ここは回線デッキに秀光を取りましょう。進め。今重要なのは明智を排除して、衣笠の城を守り、できれば鈴木の勢力を削ぐ。今信濃の北陸、あとは三河方面、上杉、北条、徳川に関しては情勢が比較的安定しているので、今のうちにやっぱりね、西側を固めておきたいところですよね。特に注意しなきゃいけないのが、従属させた大名家たち、無言で攻められてますからね。なんか攻められてる、助けてみたいなこと言ってきてくれれば、もちろんこちらも助けに行くんですけど、気づかずに滅ぼされそうになってるっていうことがあるので、そこはね、ちょっとこっちから気遣ってあげなきゃいけないところなんですよね。あとは光秀を許すかどうかっていうと、さすがに光秀は許せないんで、光秀は非常に優秀な武将ですけど、打ち首にしましょう。さすがにね、親父殿の敵を配下に加えるというわけにはいかないですからね。さあ、この勢いのままに明智の本体を攻めましょう。ご命令くだされ。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。一応情勢確認すると、北陸安定。お、木曽福島攻めてくれてるんだ。これありがたいね。安藤森綱隊を攻めてくれてるわけね。これは大きいですね。安藤森綱を攻めれば、姉小路が来てるけど、どうなんだろう。これは一気に攻めちゃった方がいいね。岐阜城からも援軍を出しましょう。そういうことであれば清須も援軍を出しましょう。ちょっと清須とか岐阜あたりに優秀な武将を入れていきますか。今見た感じかなりしょぼかったですね。移動先の一つに選んで安土から、それなりに優秀な武将、それなりにっていうか、島左近を送っちゃいますか。で、あとは今、武将がいないところありましたよね。もみか。もみに、安土から、あ、そうだな。裏記載を入れて牛一も送りましょう。あとは胸のりも入れますか。これで、織秀政を送ったことによって、衣笠は救われたと。で、機内も一旦安定したので、いよいよ明智攻めだな。明智攻めをしていきましょう。お金がないね。全然お金がない。外交の調停は、やってるね。結構調停工作って、なんていうのかな、首の皮一枚つなげるために結構重要だったりするので、そこは、ちょっとね、途切れないようにだけやっていきましょうね。よし、これでじゃあ一旦送っていきますか。あとは画像っていうところでいくと、まあ安藤盛綱を打ったら信孝にその取ったところを与えてもいいかな。よし、これでじゃあ進めていきましょう。続きなさい。さすがは光秀といったところかな。そう簡単には八神城は落ちないね。戻るとするか。そうすると信忠を出陣させて二条御所からも武将を出していきましょう。どうしてもやっぱり光秀を早めに滅ぼしておきたいですね。そうすれば本当に毛利と鈴木に集中できて、徳川と上杉に集中できる。で、こっちがどうなってるかっていうところなかなか厳しい情勢にはなってるな。ただ軍勢は送ってますね。送ってるので姉小路をうまく退けられれば安藤盛綱は落とせるかな。うまくすれば。上杉との同盟が1ヶ月で切れるので、上杉との安藤さんと上杉さんね、切れたら勝山城を攻めましょう。お金が本当にないな。じゃあお金を得るための政策をちょっと打っていきますか。政策を取り行います。金銭収入が増えるようなところにしたいですよね。南蛮保護を入れて、収入をちょっと増やしましょう。あとは金銭収入が増えるようなやつはもうないか。まずはじゃあこれをやっていきますかね。政策に知らせましょう。で、兵糧もさすがにこんだけあればいいでしょうというのもあるので、ちょっとまとまった金を得るために兵糧を売りましょう。で、その上で建設を入れていきます。やっぱ回収ですよね。最前線に当たるようなところに関してはバシバシやっていかないと拉致が開かない。まあ最低5段階ぐらいにはやっぱりねしておきたいので、まあ、もちろん城門も堀も強化しつつというのが前提にはなりますけどね。用地に余裕がない二条御所を7段階まで増やしていきますか。これでもう金が全くなくなるのね。なかなか厳しいね。出た。ちょっと明智戦線をもう一度見直しましょう。逃げるなら今のうちだぞ。お任せください。戻るとするか。よし、これでちょっと明智の方も目処がついてきたかな。敵を追い詰めるのだ。兵の数はもう200しかいないので、このまま一気に攻めれば落とせるでしょうというところですね。退却する。ちなみにあと1ヶ月ぐらいですね。ちょうど12月の頭上旬にまたタイの方にね、旅行に行こうかなと思ってますんで、その旅行の様子とかもまたTwitter とかね、この動画の実況動画の中とかでもお伝えできればいいかなと思ってますので、そのあたりもぜひぜひお楽しみにしていただければなと思うんですが、またタイの方にはちょっとね PS4 を持ち込む気にはならないので、PSP だかなを持っていってですね、太鼓折り試練の方、現地から収録をしていこうかなと思ってますんで。で、前回ですね、まあちょっと遊びに行ったタイミングは10月だったんですけど、ちょうどその出かけようかなっていうタイミングで、毎回というか毎日雨になってしまって、ちょっと街の散策の様子とかをね、ちょっとビデオに撮って、ちょっとお届けしようかなと思ってた企画がお届けできなかったので、12月はね、なんとかそれを実現したいなとも思ってます。あと、まあ12月といってもタイはね、南国なんで、もう本当に半袖で十分、常に真夏っていう感じなんで、この寒い日本から脱却してですね、少し暖かいタイで、南国リゾート気分を味わっていきたいなと思ってますんでね。ぜひぜひその様子も Twitter あるいは実況動画の中でお届けしていきますので、お楽しみにしていただければなと思います。さあ、これで、光秀のこもる城を落としたので、あと明智型の城がもう一つ残ってますね。そこも一気にひねり潰しましょう。あなた方はもう終わりですね。敵将捕獲しました。そしたらこの勢いのままに明智を滅ぼしましょう。続きなさい。で、できれば羽柴というか秀長もね、取ってしまいたいですよね。で、姉小路じゃなくて安藤盛綱がどうなってるかっていうと、同盟結んでんのか。徳川と同盟結んでるってなってるけども、ここは思い切って兵糧不足？そんなバカな。結構兵糧あるよ。だって腕が鳴るぜ。兵糧も8万9000か。ちょっと一体のどっかで貯めないと怖さはあるな。我が戦お見せしましょう。信忠は帰らせて大丈夫かな。いやー厳しいね。三井で2300いるんで、このまま信忠も出していきましょう。ちょっと怖いのが家康の動きですね。最近全然おとなしいんで、家康の動きが気になるところではありますが、ここで安藤盛綱も攻めちゃいましょう。まあ、次回の対遠征はですね、またちょっとね、休みがあんまり取れずに3泊4日で行くんですけど、3月は1週間ぐらい行こうかなと思ってます。あと6月ぐらいにちょっと早めの夏休みを取って、6月にもね、できれば1週間ぐらい行こうかなと思ってますんで、まあ本当にこの1年というかね、来年になるのかな。まあ、12月からにはなりますけどね、タイの旅行も。まあ、もうね、海外で遊び尽くしてこようかなと。で、特に今年はですね、ツイッターとかで特に年初、ちょいちょい話してたと思うんですけど、スーパーフライヤーズカードですね、取ってですね、まあ、ちょっとリッチな旅ができる部分もあるので、今年1年間はしっかりとっていうのも変ですけどね、海外旅行を楽しんでいきたいなと思ってます。で、奥さんにもね、スーパーフライヤーズカードの家族会員かな、をですね、まあ、渡すことができたので、まあ、その、海外旅行というか、そのスーパーフライヤーズカードを得るために、いろいろ浪費した部分をね、ちょっと目につぶってもらうことができたというのもあるので、まあ、奥さんとも一緒に海外旅行とか楽しみたいなと思ってます。ということで、安藤森綱の一帯をなんとか制覇しましたが、ここです。上杉軍が援軍で出てくる形になるか。まあそうだよね。これはちょっと大きな戦になりそうですね。ただだいぶ盛り返してきたんじゃないかな。まあ、機内は本当に抑えたし、光秀ももう取れるでしょうというところまで来た。で、安藤を潰して姉小路を抑えたら、上杉徳川で鈴木を抑えて明智秀長、この辺りを潰していこうかなってとこかな。ではちょっとまずは明智光秀から打っていきましょう。今回のね、メインのテーマですからね。行くぞ。まあここはあっさり城は取れるでしょうというところですね。味方4000、光秀100しかもう残っていない状態で、城門の1つ目ももう突破済みの状態ですから、ここから一気にひねり潰していきましょう。ここは引きます。城門を破壊しました。敵城門突破しました。でもやっぱタイに行くんだったら3泊だとね、やっぱりちょっともったいないというか、名残惜しいというか、物足りないというか、5泊ぐらいすると、うん、タイ楽しいんだねって感じになるんですよね。さあこれで裏切り者の光秀を落としましたね。でこのまま秀長も潰せるかなっていうところだな。ちょっとこのまま秀長を攻めていきましょう。軍勢がそれなりに整ってるので。行くぞ。かしこまりました。援軍要請を出して。内山を攻めさせましょう。で北からは出陣します。出るぞ。ここ秀長も取り込めばだいぶ楽になるな。で気になるのがここですね。次は上杉軍の援軍を得た安藤家がどう出てくるかですね。ちょっとそこまで興味あるので、ちょっとお届けをさせてくださいね。で、あと配属ですね。片桐勝元とかいましたね。入れていきましょう。であとは建設を入れていきたいけど、やっぱちょっと商人町とかをね、作っていかないといけない感じですね。お金がなさすぎるっていうのがあるので、ちょっと商人町を重点的に作っていっちゃいましょう。でコンピューター任せにしてると今ちょっと作ってくれない感じだったので、自らちょっと作っていきますね。ちょっとここ皆さん退屈しちゃうかもしれないんですが、そんなに時間がかかるところでもないので、このままガシガシとやっていっちゃいます。で、最近ね、タイってどうですかみたいな話、よく、ツイッターとかね、コメントいただくんですけど、もう本当にね、一度は皆さんに言ってもらいたい。僕はタイを、ちょっとね、言い方何がっていうのはあるんですけど、この地上最後の楽園と僕は呼んでるんですよね。それくらいね、本当に居心地がいい。で、別にその、なんていうのかな、変な目的があってっていう部分だけではなくてですね、実際本当に人も緩かったりしてですね、なんていうのかな、この日本のキチキチしたきっちり感っていうのはもちろん大事だし、好きな部分でもあるんですけど、たまにはね、やっぱりその、ゆるい感じを楽しむっていう意味では、本当にタイはね、うってつけかなと思いますね。まあ、本当に、その、いい悪いは別にしてですよ。コンビニの店員さんとかも、日本だと、まあ、絶対ありえない光景だと思うんですけど、こう、スマホを片手にね、客待ちをしてるとかね、そういうのって絶対日本だとないじゃないですか。そんなことしてたらね、店長にすぐ怒られますけど、タイだとそれ普通ですからね。客が、いようがいまいがスマホをいじる。こんなこと言うとね、それが認められてるかどうかわからないんで怒られちゃうかもしれないですけど、それくらいやっぱり緩いんですよね。もちろん仕事はきっちりするし、まあレジに並べばレジの対応もしてもらえるというのはもちろん前提としてあるんですけど、その客がね、待ってるような時とかに関しては本当にもうスマホいじったりしてますからね。そういうのをね、見て、ああ、こういうのもあるんだなって思うだけで、まあ、やっぱり多少なりとも救われるというか、ああ、真面目一辺倒じゃなくてこういうのもあってもいいよね、なんて思えるっていう意味では、すごくいいかな、なんてね、思っちゃったりもするんですよね。そういう意味でやっぱり定期的にタイの方には遊びに行きたいですよね。さあ、そういうお話をしていて、一応これでほぼほぼ、作り終えたかなと思いますので、一旦送っていきます。始めろ。早々にちょっと回線を仕掛けていきたいところなんですが、起動するぞ。加勢いたす。続きなさい。お味方が討ち死にしました。討ち死にだと助立ちいたす。敵は多いね。味方よりも敵の方が多いか。ちょっとこれは勝家を投入するか。お任せください。その上でちょっと回線を仕掛けていきますか。いや、ちょっとこれは分が悪いな。囲んでいった方がいいですね、回線を仕掛けるよりも。あとは金森長近隊に援軍の要請をしていきましょう。おっと、援軍要請ができない。主家として、畏怖を抱いているのに来てくれないと。なるほど、どういうことなんだ。腕が鳴るぜ。追加で援軍を出してもちょっと兵数が足りないな。秀長は抑えておきたいですよね。さあ、これでどうなるかだな。あとはどうしてもここで安藤盛綱は叩いておきたいですね。見くびられては困りますね。ここが貴様らの地獄。敵将捕獲しました。で、秀長の城を一つ押さえて、毛利軍が援軍できてるんだ。となるとこっちもすかさず援軍を送っていくしかないですね。で、信忠はというと、ちょっと安藤盛綱の息の根を止めに北陸方面へと転身させましょう。衣笠家ですが、家臣として取り込んではどうでしょうか。取り込みましょう。何、数正が死んだか、小六も死んだか。今ちょっと年数はあまり意識しないで来ちゃいましたが、1587年になってるんだな。よし、というところで、ちょっと今回ね、キリがいいところではないんですが、30分ちょっとね、過ぎてしまいましたので、明智を滅ぼしたというところで、一旦ここで終わりにしましょう。で、次回はですね、秀長、あと安藤ですね、ここを攻めていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。